おはようございます、いよいよ5月2日が来ました。5月2日といえば、そう、野球の日です。この野球のユニフォーム一式はですね、全部パイセンに借りて、パイセンが用具いっぱい持ってるので、全部新品のやつ貸してくれました。で、今からはですね、ホットモット球場に行くんですけども、嫁蔵はホットモット球場が覚えれなくて、お弁当球場って言ってるんですけど、そのお弁当球場に今から行くんですが、試合開始が12時半なんですけど、今が9時半で、よく遅刻するので、友達から早起きやって言われてるんで、今日は皆さんいてはるので、迷惑かけちゃダメなので早く行くという決断をしたわけなので、おそらく今日は間に合うであろうという感じで、今から、お弁当球場に行きたいなと思います。では行きます。はい、それではですね、見事ホットモット着きました。別名お弁当球場ですね。さっき、整体師の話があったんですけど、僕のユニフォームの姿見て笑われたんですけど、まだ似合ってないと思いますが、頑張りたいなと思います。はい、それではですね、今から準備していくわけなんですけども、この方がですね、今回野球を誘ってくれた山ちゃんです。こんにちは。こんにちは。はじめまして。何緊張してるの？はじめましてじゃないんでしょ。あちゃん、まあ、一応な、セカンドでは顔出てもらってるけど、メインで出てもらうのは初めてやな。そっか。うん。で、まあ、山ちゃんが誘ってくれて、今回の草野球やるっていう流れになって、でチーム名はドックスの方にちょっとお邪魔したいなと思います。緑地ドックスです。このチームが全然集まらんねや、人が。そんなこと2時半や言うてんの。2時半集合やのに集まってんの山ちゃんだけなんでね。え、そうなの？全員ちょっと遅れます、ちょっと遅れます結構混んでたからね。まあ、山ちゃんはこうやってひげ面なんですけども、実はこう時間とかものすごいきっちりしててですね集合時間の1時間前にきっちりしてる。どう？俺のユニフォームだ。なんか弱そううん、どの辺が弱そう？え、なんかもうひょろいもん妊婦やから気使ってるじゃん。あ、そうか。こいつが一番出演したがってるんで。あ、あ、そうです。どうも、どうも、どうも、どうも。ちょっとデビュー戦ということで緊張してまして。よろしくお願いします。大好きやん。大好き。 YouTuber もさっき紹介されたのが YouTube やってて。 YouTube やってて。バッサリカメラマン。あ、カメラマン。アシスタントで。見てみ、周りほらすごい人集まってるけどな。うん、我らがドックス3人スキャット入れて4人。俺もフェンスバーってやるもん。え、30年目フェンスだった。違うチームに行っちゃった。ホットモットに初に入るんですけども、やっぱりフェンスだったっすやん。レイサーズ強そうやったもん。ミーティングもして、わしらメンバー高齢しかおらへんのなんか公立高校対私立高校の鏡だなって。やうわー、すげえ。だってここでミートソースとんな YouTube 載せとってるわ。久々やな。しかもあれ、来るって分かったから髪の毛セットしてきました。野球すんのね。それでちょっとこれ。野球すんのね。あ！あんましたらバテるから重いから。ちょっと待って、グローブないねん。うーん、されてるんで。
11番ライト。足手まといになりながらもですね、まあ、なんとかなんだかんだ白間に勝っててですね、次に決勝ということで4時10分までちょっと体力の方もギリギリなので一回寝てちょっと回復したいなと思います。ありがとうございました。ではあれからですね1時間半ぐらい休憩して、車の中で休憩したんですけど、嫁蔵はずっと寝てて、今さっき起こしてほな球場戻ろうかって言ったら、どうしようかな、ここおるかなって言ってたんで、で誰撮影するんって言って来てもらったんですけど、ここなんていう球場か覚えてる？お弁当スタジアム。まあ最後お弁当スタジアムでなんか決勝戦あるみたいなんで、決勝戦僕出るかわからないですけど、とりあえずバッティングは打たせてもらえるので、この間でですね、特産 TV を調べてバッティングコツって調べたら出てきたんで、なんか僕でかいの狙おうと思って顔が前行ってたんで、しっかり顔残しパチッとこう行きたいなと思います。それを特産 TV に教えてもらいました。ありがとうございました。では今から、試合に行ってまいります。これ見ながらと思います。これは逆転だ。うまうまうまただいま試合終了しました。エースの納め投手です。どうでしたか？1試合目完封、2試合目2失点完投。最後ちょっと力足りない。今日は負けたな、これ。負けこれ。負けやな、完全に。ヤマキー、エンジン実らんかったけど、どう？待って、これ YouTube 見てる？見てる。ちょっと一回鏡、顔見てきていい？最後、締めていい？締めよう。締める。そんな感じです。最後これで終わりです、ありがとうございましたって、まあ、とか言いつつとかで、はい、それではですね、一応草野球2試合やってきて、
最後は負けたんですけど楽しい時間を過ごせました。後ろにいるメンバーが合宿のメンバーで10年ぐらい前一緒に2週間ぐらい過ごした友達です。ではですね、ここまで見てもらってありがとうございました。ありがとうございます。